渋い地にハマったら沼だと思ってましてだって可愛い、見た目がまずとっても可愛いんですよ渋い地ってね。だから渋い地にハマっちゃうと沼だなって思ってるんですよ。ありがとうございます始まりましたメカニック TV。 今日はなんとじゃーん、覚えてるみんな、ケイティちゃん、私のライバルライバルメカニック女子ってことは、なんと京都にある KTC の本社に遊びに来てますね工場見学という名の遊びですここでラチェットとかいろんなものづくりの作り方とか、まあ、それ以外のネプロスとかいろんな秘密の話やら、まあ、だってラチェットとか、ボックスとかすごい馴染みがあるけど、どうやって作ってるかなんて考えたこともないね切り出してるのかとか、どこが溶接でとか、そういうのをまあ詳しく動画で教えていこうかなということで、早速工場の方に行こう。なんと KTC の開発の偉い方が来てくれてなんかね、最近 KTC はやけに渋い地が増えてるみたい。なぜ今この時代で渋い地を増やしてるのか聞いてみようかな。お願いします。なんか渋い地がとっても可愛く販売されてますよね最近。そうですね。なぜ渋い地、はい、やはり車のパッケージで、室内がどんどん大きくなっていった結果、そうなんですよね。エンジンルームの中というのがどん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 狭くなってきて、で補給はたくさんつき始めて、水回りのパーツが多い、そういったところからやっぱりなかなか手が入ると言ってもやっぱりなかなか入りづらい。これね、整備士なら分かってくれると思うんだけど、まあ、お客さんからしたらより室内が広い方が車買うときはいいと思うんだけど、室内を広くしてるイコールエンジンルームやら何やらちっちゃくなってるんですよ。ってことは男性だともう手が届かない、入らないね。意外と私だと入るとか男性だととかあるけど、もう渋い地の時代です。私もね、実は渋い地にハマったら沼だと思ってましてだって可愛い、見た目がまずとっても可愛いんですよ渋い地ってね。だから渋い地にハマっちゃうと沼だなって思ってるんですよ。ありがとうございますだから結構私は8分の3好きなんですが、見てこんな見せられたらさ、やっぱ渋い地っていいですよね。一度使っていただければ、ね、そう、渋い地好きな人はもうみんな口を揃えて言うの、一度使ったら渋い地から逃げられないと。これめっちゃギア細かくないですか、はい、何ギア90枚です。渋い地で90、はい、なんか最高じゃないですか、はい一山一山の高さが低いので乗り越える力が小さい。あ、そうだ、だから同じギア数でも手のこの自分が感じる感覚的には8分の3よりはな、軽いっていうか滑らかっていうか細かく感じるんだよね。だそういうのが好きで渋い地好きって人はいっぱいいると思う、まあ、高さもこんだけ違うけど、まあ、高さよりこの径だよね。うん、全然違う。8分の3だと多分こっちの方がでかくなっちゃうからさ、10より、うん、やっぱちょっとお尻の方がでかいみたいな感じだけど、渋い茶だったらまだ遠見るのがでかいからこんだけちっちゃく、これね重要だよね見てこの渋い茶セット、沼でしょ、ハマったら。渋い地にハマったらダメだよ私ですら今渋い地にハマったらヤバいなと思って生きてるから、でもこんな見せられたら何これかわいいしかもなぜかゴールド、はい、なぜかゴールド、表面の硬さを上げるために特別な、あ、そうなの、はい、わざと、はい、ただのゴールドじゃないんだ。え、何それ素敵、確かに折れちゃう、おしゃれじゃないんだ、今聞いてよかった。あと小さいサイズだと先ほどおっしゃったように先だけ
ねじれてしまうと折れてしまう可能性が高いんで、うんうんうん、この部分だけ太くして先の方だけ必要なところだけ六角形に削って作ってます。折れないように。これが全部六角形だとこの辺とかで折れちゃうんだ、根元とかで。そこまで考えていただけてるとは。だこんぐらいだったらやっぱ折れないから全部六角だけど、これはなんか意外となんか六角なのが折れなそうだけど、やっぱ円の方が強いんだな。直径が太いもんね。そっか、ここより太く。はい、そうです。欲しい。何これ。何が出てきた。かわいい。うちで通称空豆くんって呼んでる。空豆くんって呼んでんの。それがかわいい。これの渋い位置はレアだわ。最近なんかパイプ類も細くなったりとかしてるからね。これいいな。もうちょい薄くなります。これから薄いと強度があれなの。これがギリギリか。基準を高くするとそうなの。そうですよね。見てこれ、これとかやば。何これ。4って今まであんま車ではない。車じゃないね。あって6、あって6かなって感じ。6、7とかは。そっか、でもバイクだったら多いのかね。私バイクいじんないから全然わかんないけど。このセットもう販売してます？はい、3月から発売、はい、したばっか。あー、渋い地か。欲しいな。何これ、おしゃれ。業務かける。じゃーん、全部渋い地。ハマりましょう。ありがとうございました。最初から